アレクセクヒョードロビチリアザンツェフは、ソビエト第5空軍第3親衛、戦闘航空軍団第14親衛、戦闘航空士団第179親衛、戦闘機連隊の航空士、飛行士、親衛少佐、ソ連邦英雄の称号を受けた。1915年10月15日モスクワ州、ラメンスキー地クバウリの町で生まれた。父は尊敬された男で、世襲で、 森林監視にを営んでいた。かつて、当や州の著名な指導者たちは修了した後、必ず複数回そこに滞在していた。アレクセイは幼少期にカリーニンと共に寮に出ていたレイニンと会話をした。8年生終了後、モスクワ自動車工場付属の技能学校へ進み、金属熱処理技術を獲得した。1934年春に技能学校卒業後、 アレクセイは、ゴーリキー種の機械製造工場、ノーボエ・ソルモボに配属された。同年夏、ニジニノブゴロド市のソルモフスキー、地区委員会コムソモール委員会から赤軍に召集され、パイロットの学校に送られた。8月に、ハルキウ市の航空士及び航空管制官を養成する第9成官合同軍事学校に編入した。1937年に、 学校終了後、リャザンツェフ中尉は、講師として学校に残った。スペイン共和国等の航空要員を訓練し、数種の航空機をマスターした。スペインへ、ボランティア活動派遣に関する報告をいくつか書いたが、とろうに終わった。大祖国戦争が始まった時、リャザンツェフ上級中尉は、ハルキウ航空軍事学校で3年半の講師生活を送っていて、戦争初期に、 前線派遣に関する報告書を書いた。7月7日彼は南部戦線で活動する第296戦闘機航空連隊の第3飛行隊副司令官の役職に就いた。最初の出撃で特軍爆撃機を撃墜後、さらに2つ勝利を収めた。繰り返し偵察に飛び、敵軍航空士11人と装備の攻撃を実施。彼はその他単独で対地攻撃で、 最大30台の軍事車両、弾薬輸送車両25台、数百人を上回る、独軍兵士と将校らを攻撃、破壊した。この功績が認められ、赤旗勲章を戦争初期に授与された。8月終わりに彼は空中戦で腕を負傷した。病院では、飛行には不適との判断をされたが、医師の診断にもかかわらず、連隊に戻り、飛行を続行した。 そして飛行隊司令官により、彼はすぐに第297戦闘機航空連隊に連続され、この連隊の中で大祖国戦争終了まで経験した。1941年からソビエト連邦共産党党員となった。スターリングラードをめぐる空中戦で彼は撃墜され、再び右手を負傷した。また、ママ F 近くの丘で緊急着陸中に積墜を、 損傷し、12日間意識不明だった。彼は、数ヶ月間病院で過ごした後、連隊に復帰した。この連隊は12月に、新しいラマイナス5戦闘機を配備され、新しく結成された第300に、戦闘機航空師団に編入された。この師団の中で、リャザンツェフは、ボロネジ戦線、ステップ戦線、第2ウクライナ戦線、第1ベラルーシ戦線で戦った。 また、クルスクの戦い、ドニエプルの戦い、ウクライナウガン解放、コルスンシェフチェンコ包囲戦、ヤッシーイコールキシニ不フ攻デブレゼンの戦い、ブダペスト攻勢に参加した。戦闘ごとに戦闘機パイロットのスキルが向上し、撃墜した敵機の数が増加した。10月16日に、ミシュリンドグリホフカ地域で、リャザンツェフ少佐の指揮下で、ラマイナス5戦闘機5台が、 地上部隊を支えるために飛行した。さらに、リャザンツェフ少佐率いるパイロットたちは、6機の独軍戦闘機目1 0 9を伴って飛行する20機の独軍爆撃機1 0 87と、遭遇15分間の激戦の末、7機の敵機を撃墜した。7機のうち2機は、リャザンツェフ少佐によるものである。彼にとって10回目と11回目の勝利となった。 10月のわずか2週間の空中戦で、彼は敵機準マイナス87を5期及び目マイナス109を1機、破壊した。戦闘任務で模範的に遂行した功績が称えられ、彼は2回目の赤旗勲章を授与された。1944年9月までに、このエレン隊の航空士、リャザンセェフ少佐は154回の出撃し、45回の空中戦を実施し、 単独で敵機15機団体で1機を撃墜した。1945年2月23日ソビエト連邦最高会議の指図により、ナチス侵略者との戦闘で発揮した指揮任務と勇気と模範的遂行を称えられ、リャザンツェフ少佐はレーニン勲章と金星章が授与されることになり、ソ連邦英雄に選ばれた。その誉れ高い受章を、 彼は重なる負傷を受けた際に治療してもらった、病院で知った。医者に予定より早く退院させるよう説得し、再び自分の連帯に戻った。数日後、第5空軍指揮官であるセルゲイ・コリュノフ、上級大将は、リャザンツェフ少佐に、レーニン勲章と、金星章を授与した。ブダペストの上空で、リャザンツェフ少佐は、最後の出撃を果たした。合計すると、 終戦までに独軍約200人殺害し撃墜した航空機総数は変わらずだった。彼の胸には一等祖国戦争勲章が新しく追加された。リャザンツェフ少佐はチェコスロバキア共和国のブルノ市で終戦を知ることとなった。1945年7月医療委員会でリャザンツェフ少佐を障害者第2グループと診断し、彼を動員解除した。 帰宅したが、軍事ではないにしても少なくとも、民間の航空の世界に戻ろうと努力した。3年後、障害者、第3グループに移動し、労働権が与えられ、彼は、モスクワに行った。民間航空艦隊の人事部門で、彼は、西ウクライナのスタニスラフ氏の地域センターで働く、ことを提供した。キエフ医療委員会は、リャザンツェフ少佐が、 飛行業務に適すると診断した。彼はこの時自身の障害と慢性的な痛みについて何も言わなかった。ポマイナスに航空機で航行している航空小隊の指揮官に彼を任命した。課題は実に最も多様で、野外での外虫駆除、火災からの森林保全、乗客及び患者の輸送、郵送などを行った。かつてリアザンツェフは、 ウズベキスタンとタジキスタンに出張を余儀なくされ、面花畑に空中から肥料を散布したこともあった。1948年に彼はすでに船体の指揮官となり、アエロフロートエクセレントバッジが授与された。1951年9月に、レニングラード市の生徒学校 GVF の長高生になった。 1954年に終了後、リャザンツェフはボロシロフグラード市の航空隊の指揮官に任命された。同年医療委員会は彼が航空業務に不適であると診断した。リャザンツェフは空港の交通サービス局長に転属され、1977年に年金退職するまでそこで働いた。1965年に彼は教育短科大学を 通信課程で卒業した。8年間連続で、ボロシロフグラード氏人民代表評議会の代議士を務めた。彼は、愛国的な仕事に活発に携わり、愛国テレビラジオ雑誌、パトリオットの編集長にも務めた。アレクセイ・ヒョードロビチリアザンツェフは1984年3月31日に、亡くなり、ルハーン宿詞に葬られた。金星明、レーニン勲章。 赤旗勲章、一級大祖国戦争勲章、メダル多数。ラメンスコエ市の勝利広場にある永遠の日の近く。すぐ右側に彼の使命が刻まれているのがわかる。ルハーンシク市内にあるオベリスクに彼の使命が刻まれている。また、ニジニノブゴロド市のニジェゴロツコエ自動車製造工場の敷地内には永遠の日が設置してある記念碑に彼の英雄としての記録が 普及のものとして残されている。ラメンスコエ氏の勝利広場にある永遠の日の近くに彼の使命が刻まれた花崗岩製の記念碑が設置されている。税1986税税19882リバース86310000税 i s b n 五から二ゼゼロロ三ゼロ五三六二3 6千九百九十9千九百九十六 R。千九百八十一国民的英雄紹介サイト http コロンスラッシュスラッシュ www.warheeroes.ru ドットスラッシュヒーロースラッシュヒーロードットアス p ヒーロー。 ID イコール5056ありがとうございます。